リターンがしっかり返ってくることが多かったので、やっぱそこの返ってくるなっていうのはすごいプレッシャーにまずなりました。で、ところどころこうラリーがちょこっとつながったりとか、あとさっきのリターンのちょっと遅れてるけど少しこうちょっと強引気味ですけど持っていったのも結構こっちとして読みづらいので読みを外してくるなっていうのはすごく感じてやってましたので、やっぱりそのそれはまあいい部分も、まあ、悪い部分ももちろんちょっと遅れないようにっていうのはあるんですけど、まあまあ、それとその読みを外すっていうのはまた別の捉え方でいいと思うんですけど、まあ、いい意味で読みを外せてるっていうことはやっぱりその部分はやっぱり活かしていた方がいいと思うので、相手から多分ご自身ではミスヒットっぽいかもしれないし、ちょっとまぐれっぽいかもしれないんですけど、割とその割に入ってきてるし、こっちからしたらそれはミスヒットだけどなんか狙って来られてるっていうプレッシャーがあるので、まあ、下手にコーチに行くのもちょっと怖いし、いきなりストレート抜かれたっていうのもありましたし、やっぱりそういう相手の読みを外すっていうのはちょっとメリットというかいい武器として捉えてもいいのかなというふうに思いました。なんか読ませるっていうより読ませないっていうのが大事かなっていう、うん、ちょっと一個気になったのがサーブが結構素直にまっすぐ飛んでくるので、それはリターンされやすいと思います。どのサーフェスでも一緒です、ね、それを速いサーブを持ってて、スピン系跳ねるサーブと曲がるサーブを持ってるっていうのがあれば、もうちょっとこっちリターンしにくかったかなっていうのが感想です、うん、はい、ありがとうございました。 それぞれでご自身のこうコントロールできる感じの能力が高いのかなっていうふうに、でもこうギリギリの感じでなんとかこう入れれる感じっていうのはもう、まあ、本当に力あるなと思います。でそこの部分のところプラスやはりこう攻守の切り替えっていうか、まあ、相手にやらした後にいいポジションを取るだとか、少しこう最後のポイントフィニッシュの部分のところをもう少しプレッシャーかけれると動きもしっかりできるといいなっていうふうに感じましたね。あとそうですね、直線的な感じのサーブがあるので、ある程度そこを見せといてワイドだったりボディだったりいろいろこう回転で散らしていけると嫌ですね。で あんまりスピードが出せない感じだとしたら、やはりもうこうちょっとある程度相手にやらせるところを受けながら、まあ大事なところをしっかり詰めてっていう風な感じのプレーをやっていけて、こうとにかく拾って拾って拾ってっていうところからきっかけを作れるような感じにしていけばいいんじゃないかと思います。なんか結構長く組んでるんですか？いや、結構最近です。あ、最近ですか？あ、そうですか。なんかやりたいレシーブか、サーブかなんかやりたいところがあれば。レシーブ、はいはい。まあ、このコートでなかなかねちょっと難しいんですけど、セカンドサーブ気味のボールをちょっとコンパクトに合わせるリターンっていうのをちょっと持ってると、オムニコートとか遅いコートでもプレッシャーかける形っていうのは、まあ、やられると思いますけど、よりちょっとそのコンパクトに調整できる幅があるといいのかなと思うんで、ちょっとセカンドサーブ気味でやろうか。はい、ボール振り切るっていうのはもうほぼレシーブってブロックなんですよね。ブロックで合わせてるんで振り切る感じでは合わせられないんですよ。バーンってこうやって相手の力を利用してこう返すんで、これにしてもコンパクトにそんなにかぶらず、もうテイクバックしこうやって合わせた上でこのフォロースルーみたいな感じっていうのはもうこうちょっと踏み込みながらみたいな感じの感覚なんですよね。なんでストロークと別物なんですよね。ちょっとそこを意識していただける。ごめんごめん。ちょっとこっちが強いような気がする。もっと前に押したい。前に押したい。
ちょっとこっち側にすぐ行っちゃう感じがするんで、まっすぐ当てた後もう惰性です。ある程度まっすぐ当てる前にすぐこっちに手で持ってこようとしてる感じなんで、少しもう少しミートして踏み込みながら当てて、全然その方がいいと思います。オッケー、少し今のこうテイクバックの位置がちょっと大きく外れてる感じが、もうちょっと後ろから小さく当てていくような感じ、どうですか。そうするとちょっとミートがしやすいかなと。 OK、 OK、 あの感じのミートの感じでちょっと速くなっても、それをポンパンってこうやって前に入っちゃえば別に同じことですね。はい。